JAXA は今日開発が進められている H3 ロケットの会見を開き開発は概ね完了し、今年度中の打ち上げに向けた準備作業に入ると発表しました JAXA はきょう、H3 ロケットの開発状況について会見を開きました先月、種子島宇宙センターで行った本番さながらの燃焼試験では大きな問題は確認されず 予定通り今年度中の打ち上げに向けた準備作業に入るということです H-3 ロケットは現在の H-2A に変わる新型の国産主力ロケットで H-2A よりも低コストで大きな衛星を打ち上げることができます H-3 ロケットは2014年に開発が始まり初号機の打ち上げは当初2020年度に予定されていましたが エンジン試験で不具合が生じたため、打ち上げ時期が今年度に延期されていました。開発期間8年を費やした H-3 ロケットは、いよいよ宇宙へと旅立つことになります。